ふっくらと焼き上がった美味しそうなおやき。焼いてくれたのは100歳の元気なおばあちゃんです。青森出身の黒滝松江さん。函館でおやき屋を始めて46年。100歳の今も仕入れから焼き販売まで一人でこなします。敬老の日の今日、道内の100歳以上の人は去年より194人多い4634人。黒滝松江さんもバリバリの現役です。何十年かやれば熱くなくなるの。おやきは昭和の時代に1個15円でスタートし、今は採算度外視で1個100円を守り続けています。そんな黒滝松江さん、100歳の健康の秘訣は意外にも。しょっぱいもの出ねばダメだな。それでもしょっぱいもの食べても血圧なんか大丈夫だし。好きなのは何ですか？今のは鮭とか。地域のお祭りでも人気だったおばあちゃんのおやき、いつまでも懐かしい味を作り続けてほしいですね。